今回は、五条悟、当然のように分身するに対する読者の反応を紹介していきます。いやどうなってんだよ。あまりにもスムーズに分身するから一瞬あれこれ奇術だっけ?と思ったわ。そして普通に見切ってカウンターするスクナ。どういう仕組みなんすかこれ。超高速でステップ踏んで分身してるように見せてるだけ。デニプリで学んだ。ハンターハンターでもキルアがやってたろ。あれと同じって単眼猫は答えるよ。青を用してスクナを中心に高速回転してんじゃないの?ドラゴンボールの残像拳と同じイメージだわ。まあ似たことしてる格闘漫画あるし。キルアがやってたでしょ。ここを解説してくれよ。ヤクザニウム摂取でもしたのかな。両端に赤を置いてその間でバウンドしてるだけだぞ。当然のように空中戦しだしたスタープラチナみたいなノリだよ。テニス選手も分身できるんだからおかしなことはないよ。あの時も当然のように分身するテニスプレイヤーに笑っちゃったんだよね。なんかもう迫力というか凄みを感じるから全然気にならなかった。言われてみればそうか。動きに緩急をつけて、何人にも分身したように見せる技がキルアの足力っすね。気温も似たような感じで笑っちゃった。ジャンプのバトル漫画で飛行や分身なんて基本だろ?草壁に事前に解説放棄させてるしなんなんこれ。草壁がわからないなら五条にしかわからないじゃん。これの原理って青の瞬間移動のもっと遅い班みたいなこと?なんか人間の目だと秒間4コマしか捉えられない的な?プロペラがある程度の速度から逆回転して見えちゃうあのあれ。ごめん知識皆無だから詳しい人誰か助けて。術師最速のスピードに少しばかりステップを加えたんでしょぶり何感。念使えない時のキルアができたんだから五条先生なら余裕やろな。五条は特別な訓練を受けているからな。少な相手にただの高速移動を試すかな?普通に見抜かれてるし。元ネタなんか寝てろって遥か格上に試してるし。思いついたのでやってみただけかも。こういう小細工必要な相手は初めてだろうからちょっと試したくなったんだよ。キルアのあれと同じだよ。あれもなんか突然原理説明なしの技として出てくるし。五条は折り抜きで分身万の術式絶賛してたんだな。突然知らねえ技使うな。縁みたいな気配察知の技が呪術にないから。影分身じゃなくても分身できたら普通に強いんだろう。多分瞬間移動の応用なんだろう。多分。パロはほどほどにしてくれるとクスッとなれるが、今回のこれいる?別にいいんじゃね?目くじら立てるほどのことでもないし。別に分身にパロって言えるほど独自性ないだろ。今回のパロがネタとしてどうかの是非は論じないけど、構図、効果音まで一緒にしといて分身なんてありふれてるからパロじゃないは通じないわさすがに。ハンター大好きなのは昔から明言してるし。これキルアノじゃねえかってクスってできたけどね。ちなみに何のパロなの?サルトビサスケ?ドラゴンボールだろ。カリン様やタンバリンにやってたやつ。読まずに米するのやめろマジで。基本ハンターやブリのパ、クリなんだから。今更だよな。いる、いらないの判断は何ともだけど、5年も商業作家やってて未だにこんな感覚なんだ。ってがっくり来たところはある。ファンボーイなのは結構だがもちっとなんとかならんのかね。それよりもこの話は、唐突に始まったこの中に本気の五条に殴られたことあるやついるかみたいなのんきなやりとりが寒すぎた。お前らはそれを語ってる間に 0.0001 でもいいから勝率向上に向けてなんかやれよって今回ガチめに思った。居酒屋でだべってるリーマンじゃねえんだぞ。マシマの兄さんだって分身できるんだから五条先生にだってできるやろ適当。そこにサトルがいるなら周り30人くらいサトルがいると思え。高先生もうあの人たちでよくないですか?増える乙骨は五条先生からコピーした術式だったのか。足力も使えないアニマン民はおとなしくしててくれよな。一般人は知らない方がいい技なんだが、無限に引き伸ばされた時間の中で五条が A 地点にいるとしよう。そこから B 地点に移動すると、我々相対時間の観測者は A 地点と B 地点に移動する五条を観測することはできないため、A 地点と B 地点に五条がいるという結果だけが観測される。まあ距離操れるなら分身くらい余裕よな。キルアの技は一応説明あったやん。確か駒の外の注釈じゃなかったか?渦巻きで反省したんじゃなかったんか?今回のはパクリじゃなくてパロディとかオマージュの範疇だと思う。わざわざやる必要はなかった気はするけど。つまりパクリってことか。ちなみになんでエヴァンゲリオン量産型については全く粘着しようとしないの?無知でバカだから気づいてすらいない。
呪霊デザインはこれまで散々言われてたぞ。死後承諾がめんどくさそうな足しのネタは控えよう、くらいにしか思ってなさそう。テニプリやハンタ読んでれば普通に理解できるよね。テニス漫画で分身するんだからバトル漫画で分身するのなんて当然だよな。内容知らないのでバックダンサー登場のギャグシーンかと思った。無理やり入れるパロディはオマージュじゃないからこれはただの自己満パクリですよ。普通の読者は何も思わんよ。チェンソーもそうだが元ネタ知らない子が本気でカニと思ってしまうのは害悪なので、下手な用語は悪手だと思うよ。もはや呪術の方がカニだからしゃあない。言うほど無理やりじゃないからパロディだな。そりゃ今がこの漫画のクライマックスなんだから、騎士官漫画術の集大成を披露する時でしょ。残像拳みたいなもんと思えば、別に意味不明な技使っててもいいんだけど、この後普通に見切られてるのがちょっと悲しい。ジャンプのバトル漫画やぞ。普通普通。これ高速移動なの？それともマジで分身してるの？無加減術式の応用だと思う。わざわざ話の始めに何やってるのか全然わからんと書いてるから、わざと説明しないで高次元の戦いを演出してるんだろう。オマージュ使い戦。これ要はカランガーオで左右に動いて残像を作ってるってことか？どっちかといえばアニメ玉折範囲にもなってた術式対象の自動選択で、光だけを対象に無限発動させてるんでないの？そうすれば光だけのカス分身を無数に作れるとか。0.01 秒分くらいの光だけを無限で場に止めて、短距離の瞬間移動した先で再び光分身を作る無限ループ視点者ね。知らんけど。この漫画の行く末は気になるけどこのバトルはつまらん。ここから盛り上がるといいね。パクリだしつまらないし必要性ない。冗談抜きでひどくない？作者はまともに漫画書く気あるんか。分身できないなんて縛り結んでないし。理由も説明もなく突然の新技かつパクリはどうしようもねえな。しかも後ろでやってるから分身にまるで意味がないあたり。ただパクリたかっただけなんだよな。これ演習でやってんじゃないの？結界術プラス無限の応用で光を止めて投射してるとか？まあ、作者はファンブックで他の漫画のキャラや技の名前を出したら説明したと思ってるようなことしていたから。車だスピリッツだな。義務化のように定期的にハンタパロ入れるのなんなんだろう。これも疑問なんだがどうしてハンターに限定してんの？ハンターより前のドラゴンボールや北斗の拳でもこういうのやってるよ。それ何のフォローにもなってないよ。手当たり次第パクってるだけって言ってるようにしか見えない。いやフォローじゃなくてなんでハンターにはノータッチなのかって話。そもそも冨樫もオマージュ多いしねえ。現在進行形で冨樫のパクリしまくってるから言われてるだけ定期。冨樫心凶暴すぎて怖いわ。そんなに呪術に抜かれたのが悔しかったのかな？分身自体はパクリじゃないけど絵的に似てるってことなのかな？目くじら立てるほどじゃないけど、渦巻きみたいに単行本で余計な情報来たら嫌だよね。分身の仕組み自体は無加減ならできそうと思った。反省したかと思えばまだやってんのかこいつ。そりゃおされ師匠に冨樫さんだろって言われるわな。どの漫画にも言えるけどそんだけ早く動けるなら分身しないで普通に攻めた方が強いだろ。分身しただけでパクリ扱いはさすがに難癖が過ぎないか。これがただ分身しただけのように見える節穴よりも役に立たない目を持っているの羨ましい。このヒント、前科。あれだけパクリまくってきたんだもん。そりゃ疑いの目で見られるわ。見た瞬間にキルアのあれ思い浮かんだ。マジでこれ意味不明。紙袋のやつみたいな実体がある分身なら少なが本物はこっちって判断して反撃するのはわかるけど、高速移動や無加減を利用した残像による錯覚なら見えてる場所には本物が存在してるだろ。